子どもにピタッとプロジェクト。続いては橋本アナウンサーです。はい、この時期新年度に向けて子どもたちの進学進級への準備を進めている方も多いのではないでしょうか。物価が高騰し家計の負担も増える中、新生活準備への選択肢も広がりを見せています。留学のお金の中で一番かかったのってやっぱり制服揃えるのですかね。入学の時にですね、上下6万以上かかってると思う。これから迎える進学のシーズン、何かと物入りですが、出費の中でも大きなウエイトを占めるのが制服です。そうした中お邪魔したのが春日市に来ました。こちらのお店、リユースの学生服を取り扱っているんですが、早速中に入ってみましょう。こちら入りますとずらっと学生服が並んでいます。いろんな学校のいろんな種類の制服が置いてあります。春日市にあるリユースの学生服を販売する専門店、店内には所狭しと学生服が並んでいます。中学校のセーラー服に高校指定のニットベスト、こちらには長袖と半袖の体操着まで幅広く揃っています。こちらの店では県内172の学校のリユースの学生服およそ1万点が販売されています。総務省の調査では学生服の価格は年々上がり、福岡市の制服上下の去年の価格は43,658円、ここ10年ほどで1万円以上高くなっています。すべてリユースの制服ということですけど、かなり状態もいいですし綺麗ですよね。こちらの店で販売されている制服は状態によって値段が違いますが、新品と見分けがつかないほどのものでも定価の半額程度で購入することができます。まずちょっとこれで合わせられてみて、大きい小さいとかですね。この日制服を試着していたのは春から中学校に入学予定の男の子です。新品ではなくこのリユースで揃えるっていうのはいかがですか。全然何も抵抗もないですし、お兄ちゃんのも逆に持ってきてもいいぐらいだと思うんですけど。購入したのは爪襟の制服とズボンの2点。母親によると新しいものを購入しようとすると3万円程度かかるということですが、おいくらでしたか。両方で8000円くらいです。思っていたよりも全然安いです。絶対万は超えると思ってましたし、リユースの制服をきれいな状態で安く販売できるのにはある理由があります。それは私どもが本来クリーニングの会社で、ここの商品はすべて私どもの工場でクリーニングをして、そして店舗の方で抗菌加工から除菌までしております。県内に100店舗ある系列のクリーニング店にサイズが小さくなったなどの理由で使わなくなった制服を持ち込むと、クリーニング店で使える300円分の割引券と交換してくれるんです。持ち込まれた制服はクリーニング、必要であれば補修を行いエコ額で販売されます。さらに店頭には小学校の入学準備に欠かせないランドセルも。お子様に喜んでいただくために今はもう無料で差し上げております。これ全部無料なんですか。そうです、はい。こちらの店ではリユースのランドセルもクリーニング、それを無償で提供していて、入学を控える新1年生のほか、ランドセルが壊れるなどして買い替えを検討していた小学生と保護者にも好評だということです。こだわったのはやっぱりクリーニング店なんで、より新品に近い状態でかつ衛生的にもいいような形でお渡ししたいと、そういうことでお下がり感をなくしたいと、そういう気持ちは持っております。さまざまな物の値段が高騰する中でも
なかなかコストを下げることが難しい進学の準備費用。リユースの制服などをうまく活用し、コストを抑えるという選択肢も広がりつつあるようです。はい、このリユースの学生服を扱うエコ学なんですが、取材中は新入学の準備に来られる方や、自分の今のサイズが小さくなったからと買い替えに来られる方もいらっしゃいました。山田先生、やっぱり子どもは背が伸びるのも早いですし、助かりますよね。うち中2の長男がいて、その時に買うものだと思っていっぱい買わされた中で、これは着ないからって言ってもう全く着てないのがあるんですよ。何だったんだってすごいかかったのに。で今度は娘が今度中学生に上がるんですけど、すごいまたかかってて、本当にいるのかなって、なんかお下がりとかないのかなって思ってたので、いやもう本当早く知りたかった。一式揃えちゃいますけど、入学してからこれあんまりいらなかったなっていうのもですね。で、あとやっぱ成長を見越して結構大きめに買うから、最初はちょっとブカブカできるんですよね。それもちょっとなんかでぴったりになる頃には結構傷んじゃったりしてるんですよね。助かりますね、こういうサービスがあると。そしてこの制服のリユースなんですが、実は県内の自治体の教育委員会でも取り組んでいるところがあるんです。それが古河市です。市内にある中学校のほか、近隣の高校の制服をクリーニングや洗濯できれいにしてもらった上で、市民から提供してもらって、必要とする家庭に無償で提供するという取り組みを行っています。さらに今年度からは学校で使用する書道セットのリユースも始めたということなんですね。こうした取り組みについて市の担当者は、物価高の中で保護者の家計負担を少しでも減らせればと話していました。哲夫さん、これまで、兄弟や姉妹、そして近所でね、こう学用品をお下がりで渡すっていうのはありましたけれども、こういう古河市のように行政が入ってくるっても面白いですよね。いいことじゃないですか。やっぱそもそもだから教育委員会、学校っていうのはそのいわゆる行政、教育委員会はちょっとまあ違うけども、そこがやっぱりこうやってるわけだから、そこを通してまたそのリユースしていく仕組みを作るっていうのは僕はすごくいいし、その古河市方式っていうのがこれ全国に広がるといいと思います ね。 そうですよね。あとちなみにこう学生服に刺繍で名札がついているところもあるんですけれども、そういうのもエコ学さんでは綺麗にこうほどいて販売してくださるということですので、ぜひ、お下がり持っていきたいという方は持ち込んでいただけたらと思います。ここまで子どもにピタッとプロジェクトをお伝えしました。